皆さん、こんばんは。そして、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日は2023年8月29日火曜日ですね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。29も8月終わりですね。30、31で終わりですからね。もう9月ですけども、まだまだ暑い日が続きましてですね。エアコン入れてないとですね、すぐ暑くなっちゃってね、だらだらすることになります。で、家のね、実家の周りの植木はですね、1日2回ですね、30分ずつ自動で散水するようにしましたんでね、忘れないでね、散水してくれて、本当にありがたいですね。もうね、枯れちゃってダメになっちゃったなと思ってた植木ね、バラとかね、また花が咲き出しましたよ。びっくりしました。幹がね、茶色っぽかったのがまた緑になってきてね、葉っぱが咲いてね、また一輪ずつですけど、赤と黄色のバラをね、咲かせるようになりました。ほんとね、植物っていうのは生命力にねえ、力強い生命力がありますよ。お水ね、ぐいぐい飲んでね。それに比べ僕なんてね、毎日のように肉食ったり魚食ったりね、ご飯食べたりお菓子食べたりしてるにもかかわらず、ブクブク太ってね、今にも死にそうだって言ってですね、まあ YouTube ライブもサボったりしてますからね、すいませんでございます。ところでね、ドル円なんですけども、絶好調ですね、これね。どこまで行くんだろうね、これね。これ冷やしですけども、下かなと思ったら上ですからね。まあもういつ何時とでもロングリーとかないとね、ロングリーときは助かりますから。はい、リセッションっつってね、アメリカはもうリセッションに入ったとかね、まあ、中国は入ったかもしれないね。勝手に入ってくれって感じですね、もうね。まあ、中国の南シナ半島の軍事基地、あれ、やってくらいのみたいだね。9つかやってくらいね。軍事基地ね。人工島ね。でもその一つがね、もう波で侵食されてですね、水没しかけてると。残りも危ないと。ね、高波でね、洪水でやられると、そんな感じになってるみたいですね。あと、恒大グループが、倒産してしまって4300兆円だっけ、430兆円。まあ、上海、北京、中国国内では、工事が未完成のマンションが乱立してると、ゴーストタウンだと。恐ろしい国になりましたね。怖いですよね。平気で立ってんだもんね。でそういうのは、マンションはさ、ほっとくと崩れるから、勝手にね、地盤沈下でね。だから、隣では住んでるマンションがあってね、みんな倒れちゃいますよね。おっかないっすね。どうするんですかね。はい、ドル円ね、これ4時間足、1時間足で。これ、落っこってきたんですね、朝方ね。ここのとこね。昨日から落ちてきたんですよね。30分足。で、これがね、これが120以上平均線なんですよ。ね、これ75。200ね。120で反発ですね。うん、30分足ですけどね。上ですよ、これ。ここまで来たら上ですよね。これ200移動平均線ですね。15分足でね。200で反発ですね。これ、水色、緑が200ですからね。上ですね。これ、今、ロング入れた方がいいですよ。上ですから。確実に上ですからね。今、ロング入れた方がいいです。うわぁ、ちょっと遅いかな。まあ、入れた方がいいですね。何があったんだろうね。何がここまでさせるんだろうね。アメリカドルに。まあ、金利が上がってるってことは、ね、ドルに信用がなくなったってことですよ。信用がないから金利上げるわけだから。ね、トルコリラみたいなもんだからさ、違うな。だから、日本円はさ、信用があるから、金利なんかゼロでもさ、買うわけですよね、信用があるから。金利上げなくても買うわけですよ。アメリカドルは、信用がなくなったから金利上げないといけないわけですよね。だからやっぱり、危ないかもしれないね。まあ、今年中ですかね、アメリカのリセッション。景気後退ね。だから、うまく自然な形で景気後退してくんないと困っちゃうわけですよね。まあ、月足ですけどね。これがリーマンショックですよね。で、これがアベノミクスですよね。だから、こんな形で、まあ、これは IT バブルですよね。こんな形でさ、こんな形でリセッションって起きるわけだから。ね、10年周期ぐらいでね。これは大きい周期だったけどね。こうやって起きるわけだから。これちょっといびつだよね。いびつすぎるよね、これね。いや、これはどうなんすかね。この周期は1年ぐらいしかないもんね。こんな周期なんですかね。まあ、それか、まあ、ここを放出させて逆なのか、こんなやつだから。うん。だから、ここが122円だから、で、ここが76円ぐらいだったっけ。ってことはいくらだ ?5、6、3、4、5、48円か。46円か。ってことは104だから。たくさすんだよね。150円ですね。ここなんですね。うん、151だから。151で終わりなんですね、これね、きっとね。うん。でも、いや、もうちょっといくかな。うん。3ステップあるからね。1、2、3ってあるからね。3が一番伸びるから、やっぱり2。250円はいくんじゃないですかね。250円は。まあ、相当日本は景気悪いと思いますよ。アメリカは。まあ、だからどこも景気悪い。まあ、それでドル強くしてさ、借金返済楽になるでしょ、むちゃくちゃ。それでやるんだろうね。借金返済しちゃうんだろうね。まあ、日本はインバウンド事業ですよね。世界からいっぱい観光客来ますよね。安い安いって言って。まあ、日本の感覚で言うと1泊1000円とか2000円ぐらいでさ、2食ついてて食べ放題とかね、寿司食べ放題とかさ、ステーキ食べ放題とか。日本人の感覚だとさ、1人に2万円とか3万円も落としてくれてね。で、ご飯も 2枚も3枚も食べてくれてね。日本人は日本人でうわふわでさ、外国人は外国人でなんでこんな安いのうわうわってなるわけですよね。だからお互いいいんだよね、インバウンド事業ってね。で、そのまま持ってればね、1ドル250円もさ、また1ドル100円とか70円になった時にね、海外行けば安い安いってなるから。この逆になるからね。まあ、250円か240円ぐらいいくんじゃないかなと思ってますけどね、240円。まあ、ただ、そう、下がってくるからね、これもね。70円とか60円とかね。まあ、そういう大きな流れ。お母さん大丈夫？大きな流れに入ってるんだと思いますね。まあ、いいことですよ。まあ、とにかくロング。で、今、2ターン目の途中ですから、ロングですね。これ200円ぐらいまでロングですね。で、一旦また40円ぐらい下がって、ラストターンがあるからね。これまたロングですね。まあ、それだけ気をつけてください。あとはずっとショートで、死ぬまでショートで大丈夫だと思いますよ。あと、ビットコインもなんか、多少上がってきたよね。ビットコインね、どうせ上がるからね。いつ買ったって大丈夫だから。上がってないですね。そのままですね。はい。やめようか。めんどくさいからね。いつ買ったって大丈夫ですよ。はい。どうせ上がるからね。どうせ1000万とか1億とかなるから。380、現物で買っといて、どうせ1億になるから、途中で売らないこと。だから、一財産で必要なお金だったら下ろしちゃうからさ。まあ、貸した金でいいんですよね。5万ぐらい、5万、10万でさ、当てにしないお金、5万ぐらいか。当てにしちゃうとさ、あのお金でちょっと旅行、子供の教育払わなくちゃとかね。なんか、あれで住宅ローン払わなくちゃってなっちゃうから、まあ、そこまでもいかないお金。で、いいんじゃないですかね。まあ、忘れちゃうお金で ID パスワードだけ覚えておかないとね、いけないですけどね。トヨタ工場停止、国内14工場、どうしたんですかね、これ。システム不具合なんだ。あ、そう、中国からのウイルスですね、これね。まあ、中国か、アメリカかもしれないけどね。最近宇宙からのねビームライフルが工場に直撃してね、いろんなの燃えてますからね、工場はね、木材置き場とかね、半導体工場とかね、おっかないよね。宇宙からやられちゃったもんね、今ね、人工衛星でね。うん。こう、トヨタ、これ株価下がるね。うん。まあでも、逆に下がらない場合もあるんだよね。まあ、今日ね、また NHK のね、連続ドラマ小説、万太郎を見ましたけどね、よかったですね、今日は。心安定しましたね。どうなるんですかね。今回のはいいですね。今回のもいいですね。まあ、全部いいんだけどね、NHK の連続ドラマ小説。まあ、よくないやつもあるね。まあ、見るに耐えないってやつは途中で見ないときあるね。もう朝起きるのもめんどくさいときとか、ちょっと肌に合わないっていうのがあるんだよね。まあ、そういうのは見ないですね。全部見てるわけじゃないですけどね。ただ、曲がいいじゃないですか。朝の曲がね、あれでやっぱりどうしても、まあそんなね、朝早いってわけじゃないから、俺なんか4時から起きてんだからさ、下手すら3時から起きてるからね、3時から、おい、ユージ、飯作ってくれって言われちゃうからさ、そうだなと思ってさ、まあ作るわけですけどね。どうも。まあ、そのうち、もう、近いうちにね、顔出ししてですね、また、どうも、皆さん元気ですかって言ってね、YouTube ライブね、毎日やりながらですね、ゲームやったりね、いろいろやったりしてですね、遊びたいなと思ってるんですよ。皆さんどんな感じですか？ FX もね、これロングだよね、これ。146円55銭だもんね、これ。どういうわけなの、これ。手をつく、まあ、乱漫だよね、これ。まあ、この時間、やる人いないからね、ゆっくりしか動かないですけどね。すっごいね。傾斜角度が違うね。まあ、こうやってね、逆大型になってきたから下がるかなと思ったんですよ。これ下がるためには一回上がるときあるからね、これ騙して下がるときあるんだよね。まあ、ヘッド&ショルダーみたいな感じでね。下がるときの上げかもしれないね、これね。そういうときあるからね。気をつけないといけないけどね。いいと思いますけどね。さあ、例えば今日もリオナちゃん、お昼のライブ休みでしたね。昨日も休みでしたね。韓国のカジノで、なんか結構大きな、参加するって言ってたね、ポーカーゲームにね。6万円払って参加するって言ってたけど、多分負けちゃったから、風邪ひいちゃったのかな。海外に行くと必ず風邪ひいてしまって、ライブ休んじゃうんですよね。行きとか帰りとかね。かわいそうだね。まあ、環境変わるからね、海外はね。いろんなウイルスいっぱいいるからね。僕はね、意外と大丈夫なんですよね。海外とか。あんま関係ないんですよね。風邪ひいたらまずいなと思うんだけど、いつも風邪ひきそうでね、風邪ひかないんですよね。いっぱい食べるからね、向こうでもね。むしゃむしゃね。美味しくないけどね。海外、やっぱり日本が一番美味しいんじゃないですか。フランスも美味しかったけど、日本には負けるよね、やっぱり日本料理には。日本料理の完成度には負けるよね。むっちゃくちゃうまかったかって言ったらそうでもないしね。どっちかというと、フランス料理の家庭料理を食べた感じだから、ちゃんとしたね、グランメゾンとか食べるんだったら、日本で食べた方が美味しいですよね。フランス料理、グランメゾンね、日本で食べた方が美味しいですよ。すいません。ちょっと咳き込んじゃってね。すいませんでした。家の中で掃除しないといけないもんですからね。埃がいっぱいあるもんですからね。すいませんでした。あと、今日はね、机の上に、書類がね、いっぱいあるんでね、それ整理しないといけません。書類整理をしてですね、寝ちゃおうかなーって感じですけども、棚買ったんだよね。3段を。カラーボックスね。で、棚を作ってですね、そこに会社の決算書類なんか全部放り込まないといけないんでね。もう何が何だか分かんなくなっちゃったからね。あと書類もね、全部放り込んで、私1個じゃ足んないんですけど、様子見てね、もう何個か買ってですね、家の中、本当の意味できれいにしたいと思います。それではね、今日の夜もね、動画作りますから、楽しみにしてくださいね。まあ本当に、まあ FX ドラもね、まあ引退して辞めちゃったしね、まあなんか多分本当に辞めちゃったんだと思うね。で、りおなちゃんも多分、この際辞めちゃうんだと思うんだよね。なんか、ずっと前からおかしかったからね。辞めちゃうと思うんですよね。寂しいね。で、ジンもほら、もう1億とかなりそうじゃない。負けが。で、辞めちゃうんだと思うんですよね。で、ほら、うわ、もうダメだって、芸自体がもう、なんか、つまんないもんね。で、あと、ギフボーイか。ギフボーイも多分、またお金ゼロになっちゃって、細々とやるんでしょうね。ギフボーイのゲームも飽きるんだよね。まあ僕も飽きられたようにね。で、また新しくさ、FX の男の人、女の人って増えてきたね、またね。いっぱいね。ちょっと怪しい系の人いっぱいいるけど、まあそういう人にね、取って代わっていくんでしょうね。寂しい限りです。それではね、今回はこの辺で終わりにさせていただきます。また夜会いましょう。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございました。失礼します。